皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もデイズゴーン遊んでいきましょう。さあ前回ですね、実は生きていたオブライアンと接触したところ、でもしかすると奥さんもね生きてるかもしれないと治療してくれていた。で今日はですね、一旦メインミッション戻っていきましょう。まず1個目、ストーリー遠乗りの準備。一旦まずはホットスプリングス、タッカーと話す。これ行ってみようか。何かあるらしい。よし、出発です。あと待ってね、ここは OK ね。これね、これ謎でしたね。本当になんでか知んないけど胸が消えた。ああいうこともあるんだ。たまたまあそこに胸が湧いたのか。ただあれ群れいたらさすがに無理だよ、突破できないよあれは。おーし、あとね、そうそう、このお家の中、これも探索しておきました。物資があった。敵はいなかった。さあこれでタッカー、調子どうだ。私ここにいるね。これずっといんのここに。どうも。ディーコン、追ってもらいたい奴がいるんだ。追いたい奴がいるって何があったんだ。お前がリサを連れてきたすぐ後にラーセンがもう一人連れてきたんだ。ローズアレンっていう娘さ。頼りないけど水を引く仕事くらいは手伝えると思ってね。ああそうか、それで何が。消えちまったんだよ。アルカイたちと一緒に物資の調達に行ったんだけど、例のネロの難民キャンプ知ってるだろ。お前もそこに行ったことがあるんだっけね。ああ場所は知ってる。探しとくれ。あっちの方はドリフターや野党がうじゃうじゃいるんだ。もし先に見つかったら。ああ分かったよ、俺が何とかするさ。行ってみようか。死んだ方がマシ。仲間の救出ね。北を調べる。ローズさん。ただこのミッション名なんか不安だな。ねえ、よからぬ気配しかしない。死んだ方がマシ。何されるの。生きたも全身焼かれるとか。まあ、とりあえず行ってみよう。で、来た。500m。これもね、割と近いんだよな。数分で着く。こっち。今日5月1日、ゴールデンウィークのちょうど真ん中ぐらいかな。真ん中手前ぐらいか。皆さんどっか行きますかね。自分でシロちゃんがいるんで、白金ね。さすがにどこへも行けないかな。ただうちの母ちゃんが来るらしい。そのうち。ボストロール。母ちゃん大丈夫かな。鋼先生に本当に警戒されてますからね。あー、ここに群れがいるの。何してんのこれ。これはまあするだろう。こっちこれ前来なかったっけ。いや、来てないか。まだ来てないか。ホットスプリングス、こちらディーコンだ。タカ、いるか。ついちゃうよ。ディーコン、何だい。今、ローズが最後に目撃された場所に来てる。どうやら、ここは群れに襲われたようだ。あ、群れか。ここにいたとすれば、生きてる可能性は低いだろうな。生きてたら、助けてやっておくれ。頼んだよ。よし。さあ、まずはアトラクター。おびき寄せる。からの爆弾。来るがいい。完全に勝ち確の勝利。よし。勝ち確の勝利じゃないわ。勝負。さあどうかな。で次ヘッドショット。いいよ。さらに、よし、終わった。弾丸消費3発と火炎瓶。ボンネット、これ開きませんね。さあいるのか、出てこい。いるとしたらやっぱあれか、地下か、シェルターあればの話なんだけど。これだ。で、釘バット。これ直して、スクラップ。ですね。なんかないか、痕跡。あ、敵いたな。どこに行ったんだ、ローズ。あと、すね。ここにある。あとね、なんかすごいコントローラーがブルブルしてる。なんだこれ。あ、痕跡か。まあ。このどこかにはいるんだろう。ただ映像見えない。あの上かな。呼べばよくないこれ。ローズ
どこにおるんじゃ。これ何？あ、斧。これいらない。はい。あとガス缶ね。これぶっ飛ばしていける。爆発物。で、さらにスクラップ。と、こんなか。あれあるかな？そうそうそう。はいね。これはね、クラフトしとこう。よし。頭パワーボルト。で、これ取って。これ何？芝刈りになった。いらん。こっち。どう？おっと、群れに引きちぎられてか。気の毒な奴らだ。あ、これ人体の一部か。うん、いませんね。この周辺。あと墓がある。これは特になんでもない。墓荒らし。おら。うん、やっぱ上かな。こっちだ。これめちゃくちゃよく見えんな、星雲が。うん、声がする。あの、声かけなくていいんすか？ローズ、ローズアレンだろ？いや、やめて！おい、待て！俺は敵じゃない。ほら、あいつらの仲間じゃないんだ。いや、やめて！落ち着け。俺はタッカーに言われてきた。安心しろ。俺は助けに来たんだ。いやだ！労働キャンプの人なんでしょ？いや、そうじゃない。タッカーから仕事を受けただけだ。食事をくれないの。私があの人の命令を聞かないからって。あのキャンプでは働かないとだな。私は奴隷じゃない。あそこに戻るくらいならここで死んだ方がマシ。ああ、わかった。好きにしろ。ほら行け。え、これで終わり？あっぽいね。ミッション完了。死んだ方がマシ。労働キャンプ。まだ仕事の内容によるわな。そんなひどくないと思うんだけど。よし。さあ、信頼ゲット。で、遠乗りの準備。これ 83%。もうちょっとね。で、カスタムスキンがアンロック。こういうやつ。よし。さあ、次。まず物資ね。これもらい。ね。で、信頼レベルになりました。ということは武器を買っていける。ただ、銭がないかな、もしかして。今いくら？今ね、6837円。あ、結構あんな。一旦これ戻ってみようか。で、次。肉を探すぞ。これもやっております。肉を取るだけ。すごい簡単なミッション。で、ブーザーか。一旦自宅に戻る。よいしょ。さあ、これで、まずホットスプリングス。あそこに帰る。こっち。あー、ただ、ちょい。なんすかあれ。百鬼夜行か。これ、どこに行くの？そこに行くの？なんだこれ。なぜそこに行くの？私のバイク、ほら。こういうのがいる。これは音を立てずに。はい、よし。あぶね。なんじゃあいつら。そこ。なんか血の跡ありますね。なんだあれ。あ、で、そいつね、こっちへ来んのか。これは石。これで、ここら辺。うん、来ないんかい。放置。これやべえだろ、これ。どうするこれ。セーブができない。あー、しかもこっち来るし。これね、あそこ行くとこれ絶対やべえんだな。ちょっとこっちだ。一旦、避難しよう。バレませんように。あー、怖い。何あれ？あえて移動してんだ。ゾンビの群れ。多分これ結構ランダム性あんのかな。はよ、行け。けど何しに来た？いいよ。
もうちょい早い行け。よし、さあこれでバイクに戻って、これトラベルかな、トラベルコ。よし、さてさて、でブーちゃん、ここまでこれ行けないか兄弟。あ、これ戦闘中か、戦闘中扱い、マジか。じゃあまあこう地味に行くか、地道にこっちだ。ただこうずーっと行くのちょっと面倒いんで、どうしようかな。一旦こっち、ホットスプリングス、ここに行こう。でこれ解除、よいしょ。で武器ね、ぜひとも買っていきたい、レベル2武器でもって。武器屋さんいいもあるかな、売ってくれるかな。あ、待ってね、あとスキンね、これやってみようか。スキンくれ。これで走ってたのかよ。あ、これここダメなんだ。じゃあまた。ここではできない、あっちの方か。じゃあな。なんだっけ、コーンランド違うな、なんだっけ、ああ、コープランド、そうそうそう、コーンランドじゃない。どうした、何か探し物か。さあ武器何買いましょうかね。スティンガー、サブマシンガンと MWS、RSF60、これショットガンね。と、サブウェポン。これ、サブウェポン。これ欲しいな。リトルスタッピー。錆びついている。ジャンク品らしい。これ何？ジャンク品。連射性能低い。ただダメージ。これは高い。これな、なんとも言えんな、マジで。どうしようかな。提出。これそうね。こっちかな。MWS。これ強い。そいつはいい品だ。これ買おう。OK です。こんなもんかな。弾薬。大丈夫ね。医療キット。これ買っとこう。まだ何かあるか。体力を8割回復する。よーし。他ありませんね。うん。これか。特殊ウェポン用のサプレッサー。こいつは、これも買っとこう。役に立つぞ。うん、こんなもんかな。また来ればいい。OK です。で、これゴミになったね。SWF。SF ね。それじゃな。よしよし。いい感じで強くなった。さあ、これで、お次。ブーちゃんね、帰っていく。メインヒロイン。さて、ブーノスケ。これ一発でいけるかな？あ、できないんだ。これがね、そう。結構これ厄介なんだよな。ここで給油すればいけるか。やっとくか。給油。これかけて。ほらよ。で、スキン。あれ装備してみよう。初ですね。バイクのスキン。一旦こっちに行く。コープランド。トラベル。入り作り。タッカー、開けろ。タッカー、ディーコンだ。おい、タッカー、いるか？え、またか、タッカー。ディーコン、ローズはいたかい？ああ、タッカー、見つけたよ。報告か。そっちに向かわせた。待った。向かわせたって。一人で？野党のバイクに乗って行ったんだ。道はわかるから一人で大丈夫だってよ。まあ何やってんだい、ついてないとダメだろ。あ、どうしてだタッカー。なんだよ、一人じゃそっちに戻らないと思ってるのか。いや、そんなことはない。おいおい、ただローズみたいな子は外のことをまるで分かってないんだよ。そうとも限らないんじゃないか。じゃあな。これ発生するのかな、大丈夫か。で、メカニック、これですね、ペイント、アクセントペイント、スタンダードテーマ、これではなくてマットブラック。あれ、スキンってこれどうやって装備するの。シュラウド、これじゃない。フロントフェンダー、これも違う。これよくわからんな。スキンどこでやんだ。ペイントじゃない。デカール。あ、これかな？シカイーグル、タカ、オオカミ。ちょっと待ってね。カスタムアクセント。あ、これだわ。ここか。これ結構わかりにくいね。ペイントの中のデカールね。デカールの中の R2。カスタムアクセント。これね。これそうだな。どうしよう。
これ行こうか。明るいしね。どうかしたか。よし、 OK です。さあこれで次ブーちゃん。ブーさん帰るで、飽きたら帰っていこう。でこっからここにワープするアジト。さてやってきたで。ブーさんや肉を持ってきたで。これ獣5匹かな。狼を飼っておきました。3匹いたんで群れごと飼っておいた。おい、うまいこと奴らを出し抜いてるか。傷どうかな。大丈夫。まあ、なんとかな。明るくなってきた。ああ、おい、肉あるよ。肉を取ってきたぞ。これでしばらく持つはずだ。ああ、ありがとうよ。今は腹が減ってねえんだが、後で塩漬けにしとくぜ。よし、さあミッションクリア。肉を探すぞ。腹減ってないか。で、兄弟ミッション 41%。半分手前。それと、物資物資。こっち。よし、なんかわさっと入手。OK。火炎瓶ね。で、次の目的。何？目的地に行く。家に帰りたい。これなんだろう。ちょっと待ってね。これか。清き心。リサの様子を見に行く。またリサか。困ったさん。で、これどこにいんの？ずっとこっち。こっちですね。ホットスプリングス。これまたそうね。一旦こっから給油して、で、向かっていこう。この給油がね、結構手間なんだ。なんとかできないかな。給油システム。よし。あと、ここにこれバットあるんだ。なるほど、クラフトしていける。これいいね。さあ、ガス缶。これ持って、給油してから向かいましょう。おし、さあ、帰ってきました。ホットスプリングス。問題ない。開けろ。どうかな？リサ。働いてんのかな？どう？調子はどうだ？外に出してくれないの？出たいのか。ここは安全だろう。働かないと。ああ、分かった。さあミッションクリア。帰りたい。これで終わりか。2000経験値。ただこれ外危ないだろ普通に。そこまでして外に行きたいのか。で、清き心ね、30%。大体3分の1。残り7割。さあ、これで、ミッションこれなくなったよ。全部。多分出るかな。なかなかうまいな。サロメの肖像、これ見てみよう。これですね、キャラクター8番目。あ、普通にこれうまいな、デスさんとして。アルカイ・サロメの肖像。アルカイが書いた木炭が。よし。で、次、ストーリー。何にも出ないかな？どうかな？うん、これ特に出ませんね。なんかないか、タッカー。あんだろ、ほら。なんか。ジョブなし。移動する必要があるのかな？ちょっと散歩する。ジョブなし。これ困ったな。仕事ないの？ディーゴ、調子は？となったら武器買おうか。なんか買っとこう。そうね、リトルスタッピー。これ買っとこう。ジャンクらしい。こいつがあれば安心だ。でもこれジャンクなんでしょ。相談数4発。こっち12。また何かあったら来い。よしと。さて、これでどうする。次なんかないの。また。何も出てこない。どうした。困ったな。元気か。キャンプ暮らしはどうだ、アルカイ。変わりはないか。出ませんね。おい、なんかあんだろう。君たち、仕事ください、私に。指示待ち人間に。仕事くれ。今んとこ何もない。これちょっと待ってね。爆走してきます。なんか出るはず。走っていれば。今から開けるね。
何これ、エラーで落ちたんですけど。ちょっと頼むで、これどっからだろう。ミッションが出ないし、エラーで落ちるし、これ困ったな。さて、一旦再起動してフリーカーキラーパッチュンズレイク、これ多分もうやったんじゃないかな。なんかね、ずっと、あ、よしよし、なった。オッケー。これ何これ。多分これバグですね。怖え、これ。怖えよ、このゲーム。どうなってるんだ。で、スキルポイント。プラス新ミッションは？新ミッションが欲しい。無線くれ、誰か。連絡をくれ。どうなってるんじゃ。無線。一旦セーブしよう。怖いわ。ちょっと待ってね。新規セーブ。よし。これ進行不能バグとかね、あったら本当にシャレにならんぞ。オープンワールドで。で、ストーリー。でもこれまだ残ってんだ。パッジュンズレイク。困ったな。おい。画面に残ってるんですけど、右半分の。これちょっとなんかやばくない？ねえ、やべえ気配がすんな。この辺り、ちょっと行ってみようか。ここら辺かな？湖の周辺。途中でなんか出てくれれば嬉しいな。ミッション。どうかな？怖えな。そっち。こっち行くかの？もうないかな？んよし、オッケーです。いやー、びっくりした。これ落ち着け。誰を追って？連絡よこすの遅えよ。ほら、知ってるだろ、レオンとアルバレスとつるんでた。信用してたのに。なんであんなやつ信用したんだ。あいつは薬を持って北に逃げた。マリオンフォークスあたりで見失っちまって。よし、わかった、追ってみる。さあ、これで次のミッション。あぶねー。これですね、賞金稼ぎ。うっかり仲間外れ。タッカのジョブを遂行する。これどこ？こっち、ずっとこっち行ってみよう。直進。いや、これさっきの怖かったね。ヒヤッとしたわ。金になる。道路を渡るしか。2年前なら車の餌食になってたな。で、こう行ってそっち。今のところね、自分実況してる動画でないかな、そういった進行不能バグに陥ったこと。でもね、子供の頃にやったドラゴンクエスト5、あれね、確かデータ途中で5回ぐらい消えたかな。3回4回は絶対消えた。で、こうそのたんびにやり直して、で、まあ最終的にクリアするっていう。よくやったな、あれ。本当に時間がね、あり余っていた、子供の頃は。今もさすがにね、切れてもできませんね、そんなのは。やってられるかっつって。さあ、ドリフト。よし、この辺りどうかな。うっかり仲間外れ。よし、出た、バイク燃料不足。ということは多分あるはず、あのタンクはね、どっかに。ないかな。ローチを見つける。そう、これあのバイクはね、燃料入ってないとできないんですよ。持ってくる必要がある。これもういいじゃん、ボーナスでなんか付与してよ。ここじゃないっけ、あのクマとホラーやったとこね。あ、違うわ、こっち。ここにあった気がある。そう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 、そうなんです、そうなんです。またスナイパーいんの。どこにおるん？スナイパーだってこれ前やったよ。いや、いないよね。あ、いるわ。普通にいるわ。おい、なんだあいつは。普通にこれ、車線通ってるわ。当たるわ。あぶねえ。リッパーか。おし。よし、ガソリンだ。50% でダメなんだ。調べてみるか。で、こいつね。さてと。わかったぞ。何か。タッカー！やつを見つけたぞ。誰かを待ってるみたいだった。突然やってきたんですけど。で、バイク乗車中の命中精度。これ知ってますね。バイク乗車中、銃の命中精度はターゲットとの距離で決まる。照準の大きさは命中精度を表しており、
小さいほど精度が高い。よし、ショットガン。絶対逃がすんじゃないよ。生け捕りにするんだよ。結構近いよ。何言って、生け捕りだぞ。他にも隠れたものがあってね。おい、ローチ、どこ行くつもりだ。絶対逃がさないからな、これは。よし、そっちがその気ならやってやるよ。さあ、ショットガン。いいね。ターミネーター2スタイル。おい、ローチ、話がしたいだけだ。何か言って、言われたか。ああ、そうさ。お前を殺すときならもう死んでる。よし、やったぜ、この野郎。さあ、これでお縄にする。よう、ローチ、調子どうだ。ほらな、殺さないって言ったろ。でかい、よせ、俺は何もしてない。タッカーの言い分は違うぞ。レオンとアルバレスが薬盗んでった時もうっかり仲間外れにされただけか。よせ、ディーコ、やめろ。ほら、お前の言い分聞いてやるよ。なんだ、タッカーが見てない隙に残ってる薬を取ったんだろ。ディーコ、俺は何も持ってない。いや、もう遅いよ。断る。それは俺じゃなくてアルカイがやるからな。ミスターミッションクリア。うっかり仲間外れ。4000経験値、これでかいな。で、賞金稼ぎ 20%、 全体の5分の1。タッカー、捕まえたぞ。座標を送るから、アルカイに人をよこさせろ。生きてんだろうね。頼む、ディーコン。薬は持ってたかい。ディーコン、頼む、助けてくれ。俺たち前は時間の問題だ。アルカイに急ぐよう伝えるこってな。またな。おい、頼む、死にたくない。 いるか。こんなところに置いてかないでくれ。サンダーエッグってどこで見つけた。ディーコン、お前知ってるか。サガー、なんでだよ。俺がキャンプに連れてったあの子をちょっと元気づけてやりたくてな。ベルナップクレーターのギフトショップとかマリオンフォークスあたりはどうだ。分かった、ありがとうよ。ギフトショップ、あそこか。前に一回行ったっけ。あそこじゃないのかな。さて、で、今日ですね、すいません、時間の切りがちょうどいいんで一旦断りにして、で、次回これですね、清き心、見上げだ。リサのために三大号を見つける、これを攻略していきましょう。はい、よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回デイズゴンでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。さらば、おじさん。